広島市に大雨特別警報が発表されました。警戒レベル5に相当する情報でして、命の危険が迫るような、重大な事態になっているものとこういうふうに見られます。まずこちら雨雲ご覧ください。現状なんですけれども、その広島市では主に北部を中心に、現在かなり活発な雲がかかっております。今降っている雨の強さを見てみますと、1時間あたりの雨量で強いところでは広島県の北部ですね、40ミリから60ミリぐらいの降り方となっております。また広島市内でも佐伯区雪で1時間に 23.5 ミリを観測しました。でこの辺りですけれども、3時間の解析雨量、つまり雨の推定値ですね、これが150ミリ前後に達してきているというふうに見られます。大雨特別警報の場合は比較的長い期間にわたって降る雨と、短時間に降る記録的な雨による、2つの基準があるんですけれども、今回はこの短い時間で降っている雨に対して、発表されたものというふうに見られます。これまでに経験したことのないような大雨となっておりまして、何らかの災害がすでに発生している可能性が高く、命の危険が迫っている状況です。直ちに身の安全を確保しなければならない状況ですので、最大級の警戒をしてください。特に状況悪いのがですね、こちら土砂災害の危険度で見ますと、広島市内では朝北区、そして朝南区、そして佐伯区、こういったところで、この土砂災害の危険度が非常に高い状況となっております。そうですね、この 1,2 時間ぐらいで急激に状況が悪化をしてきている状態でして、まだ活発な雨雲がかかる状態続いております。この後土砂災害などが多発して、人的被害に及ぶ恐れがありますし、もうそういった土砂崩れなどが発生している恐れがあります。自治体からの避難の指示に従っていただきたいんですけれども、すでに強い雨が降り続いていて、避難が難しい場合で、安全な場所にいらっしゃる場合はその場所から動かないでください。またできれば建物の2階以上ですとか斜面と反対側の部屋でお過ごしいただくなど、万が一土砂崩れが発表した時にでも人的被害を減らす対応を取るようにしてください。広島市に現在大雨特別警報を発表されております。この後も雨の降り方に厳重に警戒をしてください。以上、速報でお伝えしました。